ミルチャと姉のイレアナ王女、1915年頃、ミルチャール・ロムニエ1916年11月2日、は、ルーマニアをフェルディナンド一世と、王妃、マリアの間の末息子。フェルディナンド王大使とその妻で、ザクセンコーブルク・ゴータコー、アルフレッドの娘である、マリー・オブ・エディンバラの間の、第六子、三男として生まれた。 1913年2月2日に、ブカレスト王宮で、聖教徒として、洗礼を受けた。洗礼の大父母は、ドイツ皇帝ビルヘルム2世、国王カロル1世、王妃エリサベタ、ロシア皇后、マリアフヨードロブナだった。ドイツ皇帝は、洗礼式には出席せず、代理として、次男のアイテルフリードリヒ王子をブカレストに使わした。また母マリアも上脈炎のために、 洗礼式は欠席した。ミルチャという洗礼名は古代教会スラブ語で平和、世界を意味したミアーという言葉から派生した名前である。王子の名前は14世紀のワラキアの支配者でトルコ人の襲来に果敢に抵抗したルーマニア人の国民的英雄、ミルチャ老公にちなんでいる。ミルチャはその短い生涯の間。 すぐ上の姉のイレアナ王女と一緒に育てられた。イレアナ王女とニコライ王子のガバネスだった。メアリー・ーグリーンが、ミルチャのガバネスを兼務した。両親は1914年10月に玉座に就いた。ミルチャは青い目の両親とは全く違う、飛び色の目をしており、実の父親は、フェルディナンド一世ではなく、マリアの長身バルブアレクサンドル・シティルベー、公爵だったとされる。 第一次世界大戦中の1916年に頭、ブカレスト北港のシティルベイ公爵家の居城ブフテア、宮殿に滞在中、超チ,チーフスにより急死した、4歳になる直前のことであった。ちょうどブカレストに敵軍が迫って、首都近郊で戦闘が頻発していた時期のことであり、王家の人々は、ミルチャの遺体をコトロチェに宮殿の中庭に埋めると、 敵軍に占領されていないことやしへ急いで避難した。王子の最初の墓姫には、以下のように刻まれていた。1920年、長兄カロル2世は、恋人ジジランブリノとの間に生まれた息子カロル、ランブリノに、溶接したマ帝テイにちなんだミルチャ・グリゴレ・カロルの名を、与えた。1941年、イレアナ王女の希望により、ミルチャの遺体は、 ブラン城の小さな礼拝堂内の母マリア王妃の心臓が安置された場所の近くに改装された。ありがとうございます。